はい、どうもニラです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ホース防御側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。どこだ、わしのトントンは。こっち側から始まってる人が少ないってことは、ひょっとするとこれあれかい、結構人数少なめなのかな。チュン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 、ああ遠くからは撃たれてる。味方取りに行ってるな。来てる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 ぞ。回復まで待ちてえな。効果に当てたわ。装甲はまだ持ってる。いや後ろ持ってったんか。後ろ持ってったのきついな。ここはもう防衛対象ではないな。真ん中行くか。真ん中のやつを拾ってほしいが、真ん中のやつを拾ってほしいが、いっぱいいる、いっぱいいますやん。押せ、ウォーカーに損害を与えた。よっ、痛い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 。後ろ持ってった右はもう無理だな。これ後ろ持ってった右はもう無理だから。うわ、あんな後ろにいんのあんな後ろにいるのは予想外だわ。なんかスナイパーどうした。あ、びっくりした。フリーズしてんのかと思った。後ろ持ってったの、撃てたんかな？てかもう、あれか。最初の配置終わってるのか。いや、絶対後ろ持ってったのダメなんだよな。握手なんだよな。だから問題は、どれだけ近づいてらっしゃるかだよな。あー、やばい。体力は回復してない。来ている。来た。さすがにきつい。ちょ、もうちょっといない？誰か。もうちょっと前出て、横取られてるって。横取られてるって。後ろだな、味方。味方、後ろだな。返してもらおうか、僕のトントン。拾って。レイヤー大柄姫だ。増援のため到着した。待って、降りれない。降りれんのだが。いい出して。バンバンと。かぶってる。ウォーカーに命中した。けどまだ倒せない。もうギリギリは粘るわ、もう諦めて。多分ね、右だけ片面打ちしてるとこれどちらかの進行度によって変わるんで、要は こっち側が全然進行してない、止めれてないんで、そうなると多分ね、すぐフェーズ進行しちゃうんだよな。この指揮官が先頭に加わった。右止めてえよな。左か。うわ、パイロ練習じゃん。パイロ練習おるやん。基地まであと半分しかない。これ右はくるくるするんじゃない、これ。いやね、全体的に裏なんだよな。そうだね、右はすーっごい固め打ちしてるわ。
だ左止めないと多分厳しいと思う。フェーズ進行止めていかないと。そうだね、その人がちゃんと打てるように周り見てあげよう。少しでも削ろう。飛行機飛行機かすってるな。あ、一緒になって撃ったってことか。こっちは一緒になって撃っちゃったっぽいな。ここ台がヘイト買って、うわーおるやん。ここ台がヘイト買ってるから、同じタイミングで撃っちゃうとね、これがもったいないんだよね。結構前出てるわけではないわ。あの、位置が。位置があれなだけや。撃った方がいいね。撃ちたいね。いいよいいよ。撃って撃って撃って。やばい、タゲが俺しかないから俺狙われるわ。撃って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 。いいよ。後ろなんかいるけど。あ。オービスタルストライクともコラボ。オービタルストライクとのコラボ。まあ、航空戦力が出てるよね、この感じだと。もうちょい撃ちたいけど、左の進行度がレイヤー。レイヤー詰められとるよ。レイヤー詰められとるよ。ウォーカーはどちらもかなりダメージを負ってる。くるくるしてる。たまにはちょっと狙ってもいい？時計が出てないってことは撃ててないからか。あと一発撃たんとダメでしょ。撃ってほしいな。警戒はされてるなこれ。これ警戒されてますね。全然回復しないんだけど。ウォーカーが基地に接近。最終チェックポイント。さあ撃ってくれ。結構狙われてるんで早めに撃っていただきたい。ああ撃ててねえなあ。受けのチャンスなんだけどなあ。誰か撃ってほしいなあ。誰か撃ってほしいなあ。常に飛行機は狙ってきてんだよな。もう誰か撃ってダメだなこれ。なるほど、受けまであと一発撃っててねえんだ。持ったな。撃ててる人が少ねえな。持ったないね。超持ったない。ハンガーを守れ。ここを失えば燃料貯蔵庫しか行き場がなくなる。超持ったないね。ずーっと4魚雷狙ってる人いるわ。もったな。もったな。ちょっと待った、これ装備はさすがにビークル4装備になってるわ。もったないね。あと一発撃ててないのか。であの感じだとあのヒーローに対するプレスかけれてる人がほぼいないから、ヒーローに対するプレスかけれてる人がほぼいないから多分やばいと思う、これ。チクるよな、それはこっち来るよな。止めい止めい。ヒーローに対するプレスかけれてる人はほとんどいないんだよな。それが問題だね。でもいなくなるからね。いやここでいなくなるって。前半何してたんだよ前半。前半何してたんだよ。まあわかんねえ。
トイレに行ったとかのっぴきならない状況かもしれん。もうこういうとこ一般兵が、レイヤ死んでるし、レイヤが死んどる。パレイヤーいらねえじゃねえか。ヒーローに対するプレス全然かかってないんだよな。それが一番問題なんだよね。誰も爆発率やってないから結構悠々自適に裏取りとかされとるからな。西ハンガーに侵入者だ。それがないよな。なんでこんな悠々自適に裏取りされてんの。おーい、ヘビー出してください。ヘビーですよ、今の場面、今の場面はヘビーですよ。今の場面はヘビー出してく場面ですよ。西ハンガーまで突破してきてるじゃねえか。ヘビーの場面ですよ。今ヘビーの場面です。なんでこんな誰もいないの。なんでこんな誰もいないの。ここもしもし、もしもし。私がいる間に詰めてくれ。ここみんなエリア外じゃない。行こう行こう。ピンにバフしてもらってるならいけるいける。敵を押し返せ。もう前出てくれ、そこじゃない。なんでこんなん隠れて戦ってどうすんのこれで。これなんかプラスになるこれ。燃料貯蔵庫で体勢を立て直す。いやもう意味がわからん。あの場面、あの場所で戦ってるわけなんか意味があるんかな。敵は燃料補給所で、エリア外で戦ってても制圧の進行止まりませんよ。奴らを止めるぞ。この撤退は成功させなければならない。注意、私のことを援護して。全く打って前出ないのどうしようもないな。助けようがないんだよな。で結局ここでフィンが死ぬわけでしょ。意味がないんだよな。じゃあなんでフィン。じゃあなんでフィン粘ってたのって話になるじゃない。フィンあそこで粘ってた意味考えて。前出てきてんのよ敵は。この我々のチームが押されてるのと敵チームが進行してきてるの違いってもう明確じゃん。死んでもいいから前出てきてるけど動きしてきてる人と、死ぬの嫌がってただ後ろで覗き込んでるだけの人との差はもう明確じゃん。明確に弱いムーブが。カルリジアン将軍が支援に来てくれたぞ。明確にムーブ弱いって。あと一発だよ。いや明確に動きが弱いんよ。死んでも前出てくるチームと命大事に後ろ下がってるチームの明確な弱さここにあるじゃん。でバンバン設置されていくでしょこれ。負けるぞこれ。しっかり守んなきゃダメなんだよ。でレイが索敵してるんだとしたらちゃんとそれにリスクを取らせる動きしないとダメ。じゃあ解除できない人の人数減らそう。人数減らす動き。
敵の人数を減らす動き、はい、下がらない下がらない、敵を前に来させない動き、さすがに不可避かな、置かれてるけど。名前はフィン、俺のこと誰かおる？いねえか、どっちも置かれてるんですけど、出たどっちも置かれてるのはマジで意味わからん、意味わからんって、どっちも置かれてるのはマジで意味わからんって、死ぬぞあれ本当に、解除してくれ、スキルが回復してねえんだよな、負けるって、負けるぞこれ、みんなこっちに集まってきてくれ、いや絶対前出すぎちゃダメだって、前出すぎちゃダメだよ、前出すぎちゃダメだよ、一般陛下は前出てください、一般陛下は人数潰しに行ってください、いや人数が減ってない、敵の人数が減ってないのまずい、後ろ来てる来てる、まずいって、まだ敵の人数削りに行ってくれ一般陛下、いやレイが行くのはまずいって、レイが行くのはまずい、起爆解除装置とかありませんか、危ないって、司令部からのシグナル、輸送船の準備、なんでこんな心象になっちゃうの、前でんからやて、これニョジツに差が出とるって後ろばっかいてもダメなんすよ、あそこで突っ込まなきゃいけないのはヒーローじゃなくて一般兵がなんだよな、でヘビーも足りてないしでもいやもうちょっとあれなんだよな、明らかに前半からイオンディスラプターとか処理打たせないように処理してきてるのがカイロレントとアスベイダーってヒーロー2枚だっていうのはもう分かってたはずなんで、そしたらヘビーなんですよ、ヘビーでしっかり相手の動きにプレッシャーかけていくような動きしないとガンガン前に来られるわけよ、もうこっちが前に来ない舞台だっていうのはバレちゃってるから、あの序盤の動きでその状態で後ろ下がって撃ってても何も解決しないわけよ、でなんとかもうもうあそこフィン以外多分ありえんから、ボスクにガス撃ち続けられて全滅したら突っ込まれて終わりになっちゃうから、あの状況でもやっぱ起爆解除装置は必要だし、ヒーローが起爆されてね、地雷引っかかって死んでもダメだから、あそこはもう一般兵が突っ込むしかないんよ。前に出ない動きがバレてるとこうなるね。まああれが通用してるってことは敵に気づかれてるってことなんでね。前に出、あいつら前に来ないぞってのが。いやー、これ前に出ないということがどれだけ罪深いかというのも分かったんじゃないでしょうか。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。